ガレックスが作った障害物コースが楽しみで仕方ないぜ。俺様がやっつけてやる。この俺が最高速度でいただきだ。ゴールラインを最初にまたぐのは私だよ。このビッグフットも、おっとっと、今のタイヤどこから来やがった。僕の答えは一つ、これはジラの仕業。危険が迫ってる。急いでメガレックスに知らせた方がいい。ゴリラがコースを塞いでるって。勘違いするな、タイガーシャーク。こいつもコースの一部さ。一番手強い難関はそのゴリラだ。ちょっと待て、メガレックス。お前がレースを仕切るのは今日一日しかないのに、クラッシュジラをわざわざ呼んだのか。この前コテンパにやられたっていうのに。そうだよね、あん時は参ったろ。おかげで今じゃすっかり俺たちの仲間になったってもんさ。どう見たってあの猿と仲間になれるわけがない。タイヤをむしゃむしゃ食べるのがオチさ。まあまあ、そうは言っても一度くらいはチャンスをあげた。いざレーススタートだ。いけいけいけ。俺のベトベトでもくらえ。こっちからやるぜ。私がきれいに片付ける。はい、負けないぞ、メガレックス。目がぐるんぐるん回る。こうなったらもうスピードよ。タフなやつにはメガタフな挑戦がいる。お前たちはミニブッケ。イエタイヤが夢にまで出てきそうだぜ。夢なんか待つ必要ない。見ろ。この俺を倒すにはもっと早く投げないとな、ノロマジ。メガレックス、障害物はコースに置いてあるもんだ。どう、攻撃してくるもんじゃない。いいからもっと根性出し。こんなんじゃ誰も楽しくない。俺は楽しい。ウォーホー、楽しいレース、楽しいレース、楽しいでした。やっぱり全然楽しくない。だからうまくいかねって言っただろうが。ああ、こんなレースめちゃくちゃだよ、メガレックス。メガ級の技を身につけろってことで、見てろよ。これでこうやって簡単に。あれ、やめろ。お前たちの言う通りらしい。俺は自分にさえ手に負えないコースを作っちまった。いい方に考えれば僕たちは最高に耐えてくれた。私たちの誰も歯が立たないけど、みんなの力を合わせればきっとなんとかなるはずだよ。その通り。誰かがゴールラインをまたげば全員の勝ちだ。賛成よ。燃えていこう。機械のサルコ、かかっておいで。俺たちが止めようとしても無駄だ。もっと強烈なパンチを食らわせてみろ。そろそろ疲れてきたはず。楽しさ2倍、2でフィニッシュ。ベトベト野郎を倒した。手ごわかったな。チームワークだ。二度とこんな無茶はしねえって約束する。苦労したけど、みんなで力を合わせてあいつを倒せてよかったよ。だよね、見事なコースだったろ。もう一度挑戦したい奴はいるけ。あ、